はい、どうも、こんにちは。本日はですね、プロクリエイトを使った、こういうグラフィティとかで使われるね、タギングとかよく、呼ばれますね。まあ、そのタギングっていうのはグラフィティで、こう自分の名前を書くときに使われるような、こういうカリグラフィーのスタイルの一種なんですけど、このブラシの、使ってるブラシをくださいとかね、作り方を教えてくださいっていう、コメントがたくさん来たので、今日はそれをね、手短にならなかったらごめんなさいなんですけど、紹介していきたいと思います。こちらのチャンネルでは、ときめく文房具やときめくクリエイティビティをストリートアート好きの私、あきら目線で紹介しております。はい、あきらと申します。はい、で、このペンの設定も、まあ、自由なので、別に何を使ってやらなきゃいけないっていうのもないので、今回はイメージとしては、こう僕が使ってる好きなタギングのスタイルの書き方というかブラシの設定をね、伝えていきたいと思います。で、イメージとしては、ブラシの設定っていうのは、なんかこういう一回タップした時にそこに出てくる、ものと、それをこう引っ張った時にどういう動きをするか。これを、いわゆるなんかそのスタンプって言って、この1個最初にスタンプする画像を作った後に、それをどのぐらいの間隔でこう並べるかっていう、引っ張っていくかっていうこと。で、ブラシは構成されるんですよね。で、ここではすごい単純な、こういう棒型のものをこう引っ張るっていう、ものを作っていくので、そんなかなり、難しいことはしないです。細かい設定ら辺はあまりしないので、その辺のことは結構ね、簡単だと思うので、一個一個やっていきましょう。で、まずはですね、なぜこのペンなのかっていうことを説明していきたいんですけど、ペン、なんかちょっと微妙かな。まず、よくタギングに使われるペンなんですけど、なんかこういう、マーカーって先端をよく見るとね、こういう形をしてるんですよね。これはなんかマーカーを近くで見た時の形。普通のペンですね。こういうマーカーって、さっきちょっとこういう感じになってて、角マーカー、角マーカーですよね。あ、日本ではマッキーとかがメジャーですけど。この先端の角マーカーっていうのは横から見ると、まあ、こうなってますね。まあ、蛍光ペンを想像してもらったらいいんですけど、そう、これにはですね、ここの太さで書けるのと、ここの太さで書けるのと、で、あと単純に、ここの先端で点を書くっていうので、様々な太さの線がね、実はこの角マーカーでは引けるようになってるんですよね。で、今回はここの線、あとごめんなさい。一個ね、ここの面で引っ張るっていうのもあって、なので、スタンプの形としては、こういう感じと、あと、紫だと、こういう感じと、赤で引っ張ると、そう、こういう感じと、上から見ると、こういう感じですよね。そう、このまま引っ張るとこういう線になって、これは単純な点で引っ張る感じですよね。で、この紫の部分を引っ張るとこういう線になってっていう感じなので、今回はここの部分を使います。これを作る、再現するっていうことが目的になるので、まずはこういう、この画像を単体で用意したいです。はい、それでは少しずつやっていきましょうかね。目安としてはなんか数分でできることなので、そんな大して難しいことはやらない予定ですので。はい。で、プロクリエイトの基本的なことは使える前提でいきます。で、プロクリエイトのブラシはね、はい、それではやっていきましょうか。今回は、マウスを使って設定していきます。まずはですね、はい、こちら、ブラシを開いてもらうと、これは僕のオリジナルのセットを作ってるので、
これはもう自分の使ってるペンをここによく使ってまとめてるだけなんですけど、こういろいろ項目があります。描画ペイント、アーティスティックとカリグラフィー、エアブラシとかいろいろありますが、今回使うのはこちらのカリグラフィーっていうところから、このモノラインっていうのがあるので、そのモノラインっていうのを長押し、左スワイプかな、これは。左スワイプしてあげると、複製ができるので、それを複製してください。これを編集しちゃうとね、元のデータがなくなっちゃうので。はい。で、あわよくばここっていうか、ごめんなさい。今ダブルクリックしてたんですけど、タップだとどうやるのかな、これ。で、長押しすると、これが、移動したりとか、順番を変えられたりできるので、それを使って自分のわかりやすいところに移動してあげてもいいかもしれないです。今回はじゃあ一番上に持っていきましょうかね。で、タップしてあげると、こうやって編集画面に入れます。で、左側の、こちら、ここにいろいろテスト書きができるので、ここでね、テストしてみてください。で、左側、パスの境界線を書く、入り抜き、シェイプ、グレイン、レンダリング、ウェットミックス、カラーオプション、ダイナミックス、アップルペンシル、まあ、アップルじゃない人もいるのかな、わかんない。アップルか、基本的には。で、プロパティとか。このブラシについてっていうのがあると思うんですけど、この中でいじる項目も数項目なので、順繰りやっていきましょう。で、じゃあ一つ一つやっていきましょうかね。で、ごめんなさい。一番重要なのは、シェイプです。このシェイプっていう部分の、ここのシェイプソースっていうのを編集って押してあげると、ここが、こういうのが出てますね。読み込むって押すと、こうソースライブラリっていうのがあって、こうやって、例えば、こうやって画像、これ画像なんですけど、この画像を、例えば、こういう、こういうクリスタルシェイプっていうのを選んであげると、こう完了を押すと、これで書けるようになるんですね。ちょっと、ズームしないとわかんない感じになりますが、はい。プレビューのサイズを上げてみよう。これでちょっと、かな。はい、これで画像をここにスタンプすることができます。これを引っ張ると、こうやって文字になりますと。はい、で、ここのシェイプをまず読み込んであげるっていうことが一番最初にやりたいことです。はい、で、まずはこのじゃシェイプを変えましょうか。それでは、まず正方形の画像を用意します。正方形の画像の、まずはブラシというか何でもいいので、こんぐらいの太さでいいですかね。で、画像の中心に点を打ちます。で、この点の場所が不安な人は、なんかレイヤーを2個使って、こうやって線を2個引いて、ガイドを作ってあげてもいいかもしれないですね。で、別のレイヤーに、まず点をここに打ちます。で、その点と同じぐらいの太さで、中心から左下に、こう、線を引いてあげましょう。うん。で、この時の角度が、ここが45度になることが大事ですね。これが45度になるので、はい。カリグラフィーを書くとき、タギングのときは、ここの線が45度のこういう状態で書くのがね、僕のおすすめの設定なので、まずはこの画像を用意してください。なんか画像の中心になんかこれで、これでいいかっていう人もいるかもしれないですけど、これだとペンを置いた時にここが中心になってしまうので、ちょっと扱いづらいんですよね。なので先端がここになってほしいので、画像の中心から左に引いてほしいです。はい。で、今度は、はい。まずは、この画像を保存して、カメラロールに保存しましょう。JPEG で大丈夫です。画像を保存。はい。そしたらカメラロールに保存されたので、今度は同じ状態でもいいので、ブラシを、設定を変えていきます。さっき保存したカリグラフィーのところに、モノラインっていうのがあるので、そうですね。さっき保存しましたね。で、左側からシェイプを選びます。そのシェイプソースの右に編集があるので、
その編集ってとこ読み込む。で、それで写真を読み込むとカメラロールが出てくるので、さっき保存した、画像を読み込みます。で、これで完了してあげると、ここで書けるようになる。けど、なんかちょっと違うんですよね。どういうことかっていうと、これは白と黒の、これ白い部分で書くことになっちゃってる設定になってるので、編集でここを、これはダブルタップでいけないのかな。そうですね。2本指でタップするとこれがね、裏返るんですよ。白と黒が。なので、この線の部分が白になる状態にして、これを完了をしてあげましょう。そうすると、こうなります。はい。で、この設定をしている時点でもう、アップルペンシルをちょっと出します。もう、こうやって。かけちゃうんですね。で、ちょっと待ってね、向きがおかしいかもしれない。はい。で、これさ、結構こう線が。こう斜めになってるっていうか、あ、今これ画面横になってるんで、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど。はい、ちょっと向きを変えましたね。で、モノラインの設定で、今これが結構線がこう、隙間があるような、シマウマっていうかこう、ガビガビしてると思うんですけど、これを感覚、この左上のパスの境界線を書くっていう項目の中の間隔っていうのは今17%になってるんですよね。これをすぼめていくと。そうすると、こうなりますと。これで OK ですね。で、このストリームラインっていうのも0にしましょう。なし。で、そうすると、思った通りの線が結構書けます。で、ストリームラインっていうのは何かっていうと、こうマックスにすると、なんか、ゆっくり引くと大丈夫なんですけど、早く引くと、なんかこう、変な感じになるんですよね。ところが、これはデジタル特有のノイズを消してくれるので、なんだろう。そんなに、便利な時は便利なので、このストリームラインっていうのは、ちょっとだけ5%とか6%ぐらいオンにしとくといいと思います。で、今度この入り抜き。とシェイプ、グレイン、レンダリング、ウェットミックスカラーオプションとかあるんですけど、これほぼ使わないので、このまず一個一個大体オフにする作業をします。なので入れ抜きっていうのをまずこれ0にして、サイズもなしにします。で、先端のアニメーションはこれ気にしない。入れ抜きも左、サイズも0でいいです。で、今度はシェイプはさっきやったところなので、ここ回転とか散布とか数の実態っていうのもそのままでいいです。特に気にせずお願いします。できれば0%とかなしになる方で。で、1って数1っていうのも、まあこれは1のままでいいです。で、グレインっていうのは説明すると時間がかかるので端折るんですけど、これはどういう紙に書くかっていう設定なので、ブラシを作る上では、シンプルな線を引く上では、気にしなくていいです。で、次はレンダリングっていうのをブレンド強いとかヘビーとかいろいろあるんですけど、これはブレンドの強いとかグレーライトとかでもそこまで変わる設定ではないです。なのでブレンドの強いがおすすめですね。で、フローも0にするとこうなってしまうので、フローに関してはマックス。で、ウェットミックスっていうのもカラープールって、これ色関連のものなので、まあ0にしちゃいましょうか。で、カラーオプション。これも基本的には0。全部0で。で、ダイナミックスっていうのは、もう、これは上げると、なんかこう、スピードを上げた時に早く、サイズが変わったりとか、そういうちょっと難しいことが加わってくるので、今回はシンプルな線を引きたいので、0、不透明度も0、サイズも0、不透明度も、ジターのサイズも0、不透明度も0。で、Apple Pencil っていうところも、なかなかちょっとここ、設定を変えることによって、筆圧をね、こう、変えることで太さとか動かしたりとかできるんですけど、今回はシンプルな線を引きたいので、できればっていうかもうサイズは0、不透明度も調整なし、フローにじみ、スムーズ、チルトとかも0%、全部なしでいきます。
できるだけシンプルなペンにしたいっていうところが今回の目的なので、で、このプロパティっていうのも、この最大サイズ、最小サイズっていうのもなかなか調整が難しいところなんですけど、例えば最大サイズをこうすると、こう、マックスの太さが大きくなってっていうか、画面上で操作するときの問題なので、まあ、最大サイズは、50ぐらいにしようかな。で、最小サイズは、4。5にしとこうか、わかりやすく。最大サイズ50、最小サイズ5。で、最大不透明度は最大、最小不透明度はなし。この辺は別に何でもいいと思います。後で画面上で使いやすくするための設定なので。はい。で、このブラシについてっていうのを作者っていうのをね、記録できるので、もし僕のやつをダウンロードしたいっていう場合は、後で、ここ空きペンって名前にして、なんだろう、これを書き出して人にプレゼントしたりとかできるということですね。はい。で、これが全てです。簡単でしょ？で、このモノラインっていうやつを、名前を多分ここから変えられるのかな？今回は、テストで、空きペンのタグって名前をしときましょこれで、できたのが、こうですね。なんかちょっと向きがおかしなことになってるけど、まあそれはいいか。ちょっと気にしないで、今回は気にしないでいきます。これで斜め45度の線が引けるようになったので、こういう感じで。太さを調整したり。できますと。はい。これで、ここを、そうですね。これでもうタギングっていうか僕が使ってるタグのペン設定は、ブラシ設定はこんな感じなので、はい、これ使ってね、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。うまく書けないよって方もね、きっとできると思うので、ぜひね、そこはね、研究しつつ。コツは、正方形に対して、中心に線引いて、そこから斜め45度の線を引くっていうことですね。以上。わかりづらい人は、もうここをスクリーンショット撮って、正方形に切り出してみるといいと思います。はい、ここだけね。はい。で、この部分だけを使うと。それがおすすめですね。はい、以上、空きペンのあきらでした。わからないことがあったらね、ぜひ何でもコメントで聞いてください。またぜひ、これはすごい簡単なビデオで作ったものなので。はい。で、インスタグラムが、空きペンの S。で、ツイッターも、間違えちゃった。空きペンの S。ですね。はい。で、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい。以上、空きペンのあきらでした。バイバイ。